こんばんは、トムニーです。今日はなんとおそらくよく知られていないオーストラリアの情報を伝えたいと思います。日本ではよく皆さんが食べる肉あります。チキン、ビーフ、ポーク、ホース。まあオーストラリアではオージービーフ、ポーク、チキンですが、なんと一番安い肉、それがカンガルーです。オーストラリアといえばの動物、カンガルーがなんとオーストラリアでよく食べています。むしろ犬にあげるぐらいスーパーにすっごい安く売っています。で、これがなんでかなって多分ね思うでしょう。オーストラリアといえばカンガルーですけど、なんとね、人口よりはカンガルー校の方が高い。先ほど調べた結果、カンガルー校はなんと25 million ね。25 million。 それに対して人口が2017年、今の時点で24 million。 24 million ね。1 million の差。1000万10万100万、100万の差。人間よりカンガルーの方が多い。むしろ食べないと食べられるぐらいな感じなんです。カンガルー肉食べたいと思わないでしょ、普通は。それがなんとものすごいヘルシーで、もう筋肉だらけなんで脂がほとんどなくて、かなりダイエットにはいいと思います。ただその分ちょっと硬いなんで、オーストラリアでカンガルーバーガーにするとか、そういうことがあります。オーストラリアに行った際はぜひカンガルーを、写真をパシパシパシと撮るだけじゃなくて、ちゃんとカンガルーを食べてください。カンガルーの方が多いんで、食べないと食われるかもしれない。